アカバナルリハコベは地面近くで成長する一年生草本。北アフリカ、西アジアヨーロッパに自生する。本種は観賞用として人間の手によって世界の広範囲で育てられている。現在、アメリカ、中東、東、アジア、インドア大陸、マレーシア、太平洋諸島、オセアニア及び南部、アフリカなど全世界的に帰化している。伝統的には、 桜草花に含まれるが、エペジリスリー分類では、ヤブコウジカに分類される。この花は、バロネス・オルツの小説、砲台、ベニハコベのヒーローであるスカーレット・ピンパーネルのエンブレムとして、とてもよく知られている。ハンアリ種外来種として、一般的に気化しておりよく、思われていない。特に毒性があり、牧草地に生えるのは望まれない。幸いなことに、 味が酸っぱくて苦いので、食べ物がないなどの理由でなければ、家畜は食べるのを避ける傾向にある。犬や馬などに摂取させたところ、胃腸炎が引き起こされた。取りすぎると死ぬことがあることが判明した。具体的には、葉は、ウサギやカキンへの毒性が、種は鳥への毒性が報告されている。当然のことながら、世界的に、原産地ほど民間療法の利用は長い。しかしながら、 様々な国で海洋や外省の外洋薬として利用されている。また、巨炭薬、創洋症、リウマチ、ジ、狂犬病、ハンセン病、及び蛇交渉症の治療薬としても使用されている。古代イギリシャの抗うつ薬として使われ、ヨーロッパの民間療法の様々な精神障害を治療し、ドイツ5名がウチョヘールの語源にも関係している。しかし、 一般的に臨床的有効性についての証拠は不十分である。精油は特徴的な臭いを発し、多くの昆虫に対して殺虫剤、危機剤として採用する。人間に対して過剰に経口摂取した場合、24時間にも及ぶ深刻な吐き気、頭痛、体の痛みを引き起こした。一部の人々は歯に触れただけで皮膚炎を発症する。 ハーブとその種子にはサポニンが含まれているため、新鮮なものが溶血性が強い理由を説明できる。他の可能な配当体として、根に桜草科に多く見られる、有毒な成分を含む。ありがとうございます。